ジョエル・ナサニエル・キャンベル・サミュエルズは、コスタリカ・サンホセ出身のサッカー選手。クラブレオン所属。サッカーコスタリカ代表。ポジションはフォワード。2004年から、コスタリカのデポルティーボ・サプリサのユースチームに所属し、2011年1月には、プンタレナス FC に、レンタル移籍した。8月に、イングランドのアーセナル FC に移籍したが、 ワークパーミットの関係でプレミアリーグでプレーできないことからすぐにフランスの FC ロリアンへレンタルされた。その後もレンタル生活を繰り返したが2013から14シーズンはオリンピアコス FC で右サイドのレギュラーとして活躍しワールドカップでのコスタリカ代表の上位進出に貢献した。2014から15シーズンからアーセナル F 帰。 しかし継続的な出場機会を得られず、2015年1月24日にガブリエウ・パウリスタとのトレードでビジャレアル CF にレンタル移籍した。ビジャレアルで残りのシーズンをプレイすることは僕にとって非常に大きな意味を持つ。リーガエスパニョーラは素晴らしいリーグであり、戻ってこられて幸せだ。この好機を生かしたいと語った。 2015から16シーズンはアーセナルへ復帰。怪我人が相次いで手薄になった右サイドのウィングとして継続的に出場機会を得ている。2016年8月22日、スポルティング CP にレンタル移籍した。2017年8月31日、2012から13シーズンにレンタルで在籍していたレアルベティスにレンタル移籍した。 2018年8月17日、フロジノーネカルチョと2021年6月30日までの契約を結んだ。コスタリカ代表として、コンカカーフ U-17 選手権2009に出場した。2011コンカカーフゴールドカップで A 代表初ゴールを記録した。2014FIFA ワールドカップでは、グループーで下馬票を覆す、グループ主位での突破に貢献した。 ありがとうございます。